三条西三江は、戦国時代から安土桃山時代にかけての苦行、家人、古典学者、右大臣、三条西金枝の子、カニは、正二位、内大臣、天文十三年に、長男、公与と妻を相次いで失っている。更新機構の歌によれば、天文十六年に開国へ下校し、武田信絹や大井新城らと加会を行っている。 天文21年以降京都を離れ、駿河国へ移った。駿河国滞在時に武田信玄による駿河信仰が発生。その最中の六十2年に駿河国一宮の富士山本宮浅間大社に和歌を奉納している。その際のノリトでは武田氏の戦勝を祈願する体裁をとっている。同年に記録した後は、精力的に古典の公爵を行い、三条西家に伝わる。 源氏物語の核を集大成した山下水を表した。天正七年に織田信長の水居により大納言に任じられた。三条西家に代々伝わる古今伝授は和子総伝の肘であったが、息子広告は幼かったため、やむなくで死の細川藤高に諸学一様を与え、たとえ細川家の着難の一人といえども、絶対に他人には伝授しないこと。 三条二家に送電が断絶するようなことがあれば、責任を持って伝え返すこと等を誓わせ、古今伝授を行った。後にこれは、現実のものとなり、広告が創生すると、有才は、三重の孫の御條に、古今伝授を伝えた。歌集に、参考印習がある。日付は旧暦。ありがとうございます。